こっちだ。かなり近づいてるぜ。風向きが変わって鼻も効くようになってきたぞ。匂いはあと2つ。いる。伊之助。俺の方が先に気づいてた。首がねえ。あいつ急所がねえぞ。ないものは切れねえ。どうすんだ、どうすんだ。伊之助、一緒に戦おう。一緒に考えよう。この鬼を倒すために力を合わせよう。畜生が、嘘がねえならどこ狙えばいいんだよ。腹か、腕か、足か、あっかんねえ。かくてもねじれ撃て。おっと、あばれ、俺っと面白え。すげえから親分と呼べよ。もう一度。ふっ、て、おっと、ふっ、て、ふっ。待て、畜生。首がない鬼と戦うのは初めてだ。動きを見て、それで対処法を探れ。俺ならできる。しってふって、あっすげから親分と呼べよ。行くぞ。よし、ゴリラ、引け、落ちて、前、落ち着け。避けられないほどじゃない。当たり前だ、俺に避けられない攻撃はねえや。その息だ。はわれ。何の、でも動きが止まんねえぞ。てめえ、手我慢すんじゃねえ。さっさと倒れやがれ。痩せ我慢ってわけじゃないと思うけど、確かに動きが鈍る気配はない。厄介だ。首がないのに動けているのは体を糸で操られているからだ。だったら体に大きな損傷を与えれば。やった、倒せたぞ、伊之助。